はい、お待たせしました。ただいまより2012年12月24日、ガロー・マーク・オブ・ザ・ルースキング・オブ・シングルトーナメント始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日の大会参加者なんと35名のシングルが集まりました。エジさん、あれ、はい、あ、僕もキング・オブ・シングルなんで出られると思います。はい、というわけで、じゃあサクッと今日一大進行でやっていきたいと思うので、じゃあ先にこれなんすかマイナス1回戦マイナス1回戦多すぎる。はい、のやっていきます。戦国拓郎さんのガトーと、ヌール佐藤さんのクリーマンでお願いします。はい、店長からの店長から商品優勝商品、はい、はい、漁師さんからの優勝商品、それにこれが KI ボットの中の人から順番に好きなの、おー、すごいゲームソフト、この、はい、ギルティギアイグゼクスで誰得なんですか。ドラゴンシャドウスペル、メモリーズオフ、ルローニ剣心、さあこのいくらなのこれっていう。あ、あ、どうぞ、あ、いや、ダメですよ、でも画廊にしてください。はい、あと今日ダブルマイクで久しぶりやるんでよろしくお願いします。はい、で、あと今日私もお土産買ってきたんで、ベッドフォー以内にあのもみじまんじゅうあるんでよろしくお願いします。あとですね、広島行ってビバーチャで画廊やってきたんですけど、あの、作薬さんって北斗丸使いの方からこのお菓子をいただいたんで一通りますよ、こちらを。このお菓子の名前なんとガトーって言うんですよ、はい、なんで、はい、あのガトー使いの方のみこちら取れます。はい、アルさん、あの筐体に変なもの設置してるガトー使いの人にもあげるんですか。あの余命を設置しながらあの対戦する方なんで、あのいらないかなって、あの気にしないでください、はい、なんでこちらガトー、ガトーで今日エントリー書いた方はこれ1個ずつ取っててください、はい、さあ最初の試合、ワンピー側がヌールさんのクリーマン、ツーピー側が戦国拓郎さんのガトー、モービットアップレーション足からフドラ、さすができる必須の振り巻かい、体力リード奪って、しかしここから怖い、最後の UP 下げて、さあ Q がしっかり立ちガード、まあ、しゃがし暴れつくし、さあ遠心フルを絡むって潜って、ここは打たず上下げ、もうちょっとだが危ない体力、最後は詳しい、危ない、最後はしゃがしやってき回収、1ラウンド目が打ってる、どうして、さあ、PP 突入、なんで私にマイクに渡されたのかわからないんですが、いやいや、せっかくなんで今日はお祭りですから。私別に空腹中枢とかぶっ壊れてるんで、はい、別にどうでもいいんですけどね。さあ、これ06番通って、これで1日ですよ。私も何度か大会間に合ったんですけど、このタイトルをこう2年連続取って何か意味があるんですかねっていう。ありません。お互い1日あ、どうなんか、立ち B から VOD、 もう一応 VOD、 わし探し VOD 固めていく、さあフリーマンが強キャラに見えてくる、 C トップ確認が怖い、おっと出ない、お互いもったいなかった、消費逃げ場というところだったが、あそこに戻した、コーが当たって、あ、これは飛びが飛んで、これでゴム、どうなるのか、ゲージを作って立ち、フルブラ、さあこれはガードをしかしゃがみなし、最後はしゃがみ、はい、勝利したのはヌールさんです、おめでとうございます。はい、たくさん嫁がいるやつには負けねえ。嫁がいるやつには負けねえと、いやー、京都に嫁を飾ってプレーするのは甘えだと。じゃあ次、YRP 高橋さんと乳酸でお願いします。高橋さん、乳酸変わってください、大会です。
あ、ゴルサさん喋りますか。今日マイクあるんですか。はい、頑張りました。ニューさん、ずいぶんいい格好してますね、これ完全にこれ首にタオル巻いてさあ、マルシカさんから早く曲げて飲みに行こうぜと煽りが入る。お金ない、カードしかない。お金ない、本気ない。カード、カード持ってる。サイバック、サイバックのカードがある、やった。ニューさんの財布の中身。本当に財布出してアピールしましたよ、この人。いや、でも財布に千円札を1枚も入ってない、いい大人って素晴らしいですだから。すごいですね、お札1枚もないってすごいですよね。小銭もね。小銭もない。何しに来たんだよ、お前。大会の100円でも お金が100円未満。ニューさん、いくつですか、大丈夫ですか。じゃあ、試合に関して、2P、じゃあ、HP だから赤いグラウンドか、じゃあ、ニューさんかな。そうですね、カウンター。さあ、ここは滅傷、滅傷。滅傷、カウンター。派手な試合。じゃあ、ね、当たって、おっと、トップに当たってしまったぞ。おっと、これは、あまり良くない。これは、しかし、ニューさんなら、何かここから見せてくれるんじゃないでしょうか。はい、コバコバも入んない。強調。さあ、これは黒煙竜。まあでもね、グラント何か一つカウンター入ればこの体力差はね、ほぼ追いつくんで。そうですね、はい、倒しが、ここはしっかりしている。前日に入って、そしてジャックがまだ 2P リード。何かネタを持っているのかと。ゲージがないからネタをしようにも、あれ、今度やり返され、あれ、おっと、これはない、あっと、ゲージがぴったり溜まる体力だった。ゲージがないから地盤がない。危ない、危ない。あれ、攻撃を出していたら、おーうーだー、出たー、ニュームー。今、A 当たってますよ。当たってますよ。し関係ないと。ゲージ回収。いや、なるほど。それはもう文句は言えないな。我々には分からない強高度な読みが。次のラウンドを見越してね。ラウンド勝ってんのに。まあ個人的にはそういう戦略が3ラウンドの時にやるもんじゃないかと思うんですけどね。2ラウンドなんですよ、大会は。あーって言いながら体力がどんどん削られていく。これは確定か。はいはいはいと。ほぼ互角。そしてゲージを貯める。トシンが入る。さあ、でも分かんないよ、この体力。当てんだ、当てんだ、当たる、棒立ちでしたよ。あーい、やったー、っ勝利したのが乳酸です。おめでとうございます。あ、次タナクじゃないの。あ、じゃあ次行きます。タナさんのドーファンと GP さんのジェニーでお願いします。これはさあ、これは珍しい対戦が見られますよ、これ。HP がタナクのドーファンですね。マイナス1回戦にこう星クソが固まると。帰れ帰れ、ニートニート、ニートニート、働いてって。あ、乱入、あ、リセットできます。あ、やらミスですか。まあでもクリスマスだから勝ってもいいよ。クリスマスだから勝ってもいい。あ、なるほど、シングルだから去年、そう思い出しました。去年の優勝者、去年の優勝者、この人。あ、そうとか、ね、はい、7年ぐらいで話してあげましょうよ。ぐらい。今マルシカさんが衝撃の発言出ましたよ。クリスマスぐらいかな。今私とタナさん訴訟していいんですか。R さんやタナさんぐらい。はいはいはい、ハリアね。これあかん、あかん流れよ、これ。勝利権が足払いに負けて中断。さあ、ヌルさん優勝させるよ。はいはいと。さあ、1打目が勝った時にホラーも完璧。今日ヌルさん優勝したら俺たち笑うしかないな、もう。ヌルさん、そういえば合コンはおい、やめろ、おい、やめろ。さあ、キングクリムトされてしまった時間がヌルさんのせさあ、実況は試合、今度また追い詰められる。ハリア、ハリア、削り押しかしる。これはゲージが1時間でできないと。裏切り、雷鳴山。しかし、ジニーの体力はまだトップが3分の1ほどある。しかし、お互いゲージが溜まってきた。あーっと、よくある話。どうなる、走り追い込んで、ここは痛いよ。して、ふなぎしたかったから当たれば OK。 あかん、上り行って、今の上りはハリアミスだったか。いやー、もったいなかった。超圧も消えてく。あれが間に合ってません。あれ、あ、ダレントにしてる。あ、よかった。しかし流れはかなりジェニー側だったが、投げでここから尽力創業が始まる。しかしドーマは空中ヒットで逃げることは可能なんだが、ジャニーは痛いとにかく。しかし的を絞らせない。しかし壊してもガード、ハリア、これはまずいんじゃないかな。うまく入れ替えて、さあ、ジャストされるときはちゃんと A でフォロー。
これはカウンターして、おっとかっこいいことしようとして、表だったまあでも卑怯でって言うけどさ、めくり食らうのが悪いんじゃないかなこれセットプレーでもないわけだよ、そうねさあこうならないうちにバックステアジャンプに行きしましょうというのがガローマゾブズ、しかしどっちも食らなきがあるからお察しってくださいそうね、はい小足、おっとこれ返して、これはあるのか、これはあるのか、さああるんじゃないですかこれは、一時タラ君、さあ見せていく、いいよ挑発合戦、いいよタラ君、やっぱり妹人質に取られてる系のあれなんですかね、やっぱりさあハリア、ハリア投げ、これはまずい、さあどうなる、投げが始まる、表にガードした、外して、いい反応、さあ小足が入る、おーうまい、よし、よとここで焦って攻めるとスパドンとクル投げと城崎の三択と意味不明な三択が待っている、しかし冷静にハリアで一回走り込む、おー当たってしまった、しかし二度目を出していく、あったかん、おっとこれは出ないか、しかしトッポギさんこれかなりかでかいですよ、あーわわわわ、危ない、危ない、これどうなるのか、ゲージあるよ、ゲージもある、しかしローマンもゲージを作っていく、マリア、さあテイリスク、おおジャンプ逃げを許さない、さあ謎の有利状況を作れる NCC、あ怖い、時間も少ない、ジャスト取って2段の目、あっと足まででかい、三角とリスパロン、さあ先生を制したタナ君と、さあおめでとうございます、じゃあこれでマイナス1回戦が全て終了、マイナス1回戦ってどういうことなのというわけで左上からじゃあ順々にやっていきましょう、んじゃ雲星さんのグリフォンと高行さんのセーフにお願いします、画廊で本当にどうしようもないめくりって多分ジニーとガトーとドーファンあたりが投げた後ぐらいじゃないですかね、そうですね、それダメ足で投げた後以外はもうバケってなりジャンプ逃げで何とかしましょう、空中ヒットしても逆に痛いゲームとか戦うのはほとんどいないんで、それはねリアルバウト2でも俺同じこと言ったんですよ、歩きながらいやもうリアルバウト2なんでクリを食らうのは悪いよ、スウェイすればいいじゃんって言ったら俺さんのめくり2連続で食らっていやいや俺あんなに偉そうなこと言っといてめくりだけで殺されたんだと思ってスウェイすればいいじゃんとは言ったい、スウェイすればいいじゃんとは言ったいでしょうね君ってつけないと、うん、マジあれ君だったよ本当にやばかったね、ちょ田村と俺と超偉そうに言ったからすぐにすればいいじゃん、さあジェイスングリモ、これは俺はまあ5分あるねと、さあ投げ振りに仕込んでるからガガフェイだけ、しかしジェイクは3回ゲージを貯めれるとユミケだぞ、というグリフォンは指名書にごとく焼かれてしまうんじゃないでしょうか危ないんじゃないですかこれ、飛ぶように売れてますよ、しかし POP がおっとここで連着行きたかったところだ、さあゲージがないとダメージでもジェイフはグリフォンにね、あのリュースラックが入らないと勝てないんで、圧倒これはミス、しかし投げミスが甘かったか、さすがに投げのミス、さあジェイフこの体力差どうする、ホッパーしかし入らず、十分体力リード、まあ、ジェイフンとしてはこれ分かんないよ、足に追い込んで足はジェイフンの独断場、おっと遅れた、投げ外し、無敵はガンガン仕込む、ガンガン来てどうなる、分からない体力、あと1回ですよワンチャン、ゲージがありますかね、投げ外し、これはうわーよく見ている、知らないんです、知らない、この方か、さあバックスだった、バックスしたくなるんですけどね、大抵の場合いいことない基本的に、基本的に相手のまあミス次第としか言わないんですよね、バックスでうまくいくっていうのは、これはスカシゲラン、そうスカシゲランもやっぱりできれば早めにバックステがジャンプに行かしたい、あれあそこ今逃げつけたから、なんだっけ、雲月さんの人とは使えないですね、ビッグボール、スカシビッグボールという、さあしかし、さあクモはゲージもある、ジャンディ、5番まだ残っている、十分、さあ投げを2回決めるとだいぶ追いつく、おっと1回目、1回目さあ、通常投げ、ここからじゃこれはしのぐ、さあ、あ、もうこれは分かんないよ、いい体力、あーよ、さあ、引っ掛ける、不屈の魂、そう、俺とクリフォン、まあ、謎判定ですかね、ポセイドミーフォンと、だいぶいい技ですよ、あれはなんか裏の方で当たるんですよね、全身これは、あっと最後の高木くんの二塁が回避で酔いしれた魅力しましたからね、さあ、ジャンプシー、という体験で勝てず、わしかし、スカシゲダはしっかり見てる、ジャンシー、おっと、これはうまい、今はうまい、これは振りたくなるんですよね、ジャスト取って下りに、よく食べてましたね、あそこね、本当に、ホパン当たる、当たるよ、さあ、お互い、指切れて、おおっと、ゲンザの外から投げる、おこれはまずいよ、ゲージ使えず、カウンターから、これは知らないじゃない、また、
しかしグリフォンが逃げるし、さあ最後ジャンピー、さあジェイクはあそこで攻め込む勇気はすごいですよ。いい勝負でした。よし、さあかなり怪しい感じで制した、はい、あ、今日俺だ、次ですね、コロサスさんのグリフォンと雪だるまさんのグラントお願いします。ゲッツ勝負です。ファイナルラウンドファイト、はい、1P と 2P、 2P 側で、あ、なんか雪だるまさん見たの久しぶりな気がする。雪だるま、ありがとうございます、参加いただき、はい、バラエティ参加いただきと、はい、で CP が終わったら乱入する形で始めていただくとお願いします。入りました。さあ今日も元気にガロー4セット振り稼働ですよこれ。いやだいぶこれ売り上げやばいってんですか今日。今日まあまあぼち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 。池山さんガローをやってるところを見るのは2回巻いた時がやる。さあ 1P 側が、青い鳥コロッサスさんのグリフォン、 2P 側が雪だるまさんのグラント。あっ IUC 一度っといいが取ればグラントはもはやいいような組み合わせだと思うんですけど、確か試合展開的にはまだゴムの状況、おお振りドロー当たる、ガーキャン漏れかバックス読みか。さあこれは立ち堅実にダメージを取っていく、このダメージの積み重ねが重要。グリフォンはガッツリダメージ取りたいんだったら小股投げ通すしかないんで、ああいう小技の積み重ね重要です。さあリードがあるので攻めなくても大丈夫。さあ画面端、ここはうまくぶつけていく、あら頑張れ、攻めないといけないが、マイフェイントでうまく敵を使って投げていく、ドクターもね、最後は立ち入れ立ち、今結構テクニカルなことをしましたよ。リードを取った後はリラウンドを取ったのがこのスタッフのグリフォン、まあ、リードを取った後あんまり無理しなくても大丈夫です先生。おまけにティオピアルの体力が自動で回復していくんで、攻めないで回復するのもあったのがいいね。この回復量バカにできません。もうこの体力差でも逃げ切るぐらいの気持ちで大丈夫です。グリフォンはおそらく相手がバックステップするの読んで出してるんでしょうか。ガキャモレ。さあそんなことはなかったと、さあ出んだ。垂直ジャンプ D が辛そう。さあ体力リードグリフォン、アテンダン、これはさすがにもらってしまう、判断が早い。ああ時間的には行くしかないぞ。さあ投げ返してうまく投げて勝利さんはコロッサさんです、おめでとうございます。オルルさん、ガンマさん、ガンマさん、あガンマさん、ガンマさんですよ、ガンマかっこ笑いさん。そう、イナズマイレブンという人気アニメのガンマさんというクズがいるんですよ。さあ、ガトーチェフですね。そうだ、オルルさんもガトーなんでおかしいと。何が、ガトー面白いギャグですね、これ面白いですか、これ面白いですか、正直言えよ、お前ほんとクソつまんねえって言っておいたぞ。俺はそんなこと思ってないけど。ひどい、オルルさんを使って落ちていく。ペン落ちちゃった。ガトー、ジェイフ、さあ白ジェイフンと白ガトー、 TOP お互い真ん中配置ですね。俺もやっぱ真ん中好きなんですよ結構ね。なんかちょうどよくゲージ溜まった時に1本トップに入るとすごい嬉しいなと思って、 TOP 状態で上手に潰される、さあ上手に潰される、上先をくっつい続ける石力、さあ現在と、これやるとあのジェイフンといえどさすがにゲージが壊し壊し、さあジェイフンじゃねえガトーゲージないですよ。最近僕らの研究でガトーのもしかしたら最新のトレンドは、はい、当て風キャンを3セットやってガッカーを狙うというその当て風キャン、まあ、ガードさせ風キャンダッシュ AA、 ガードさせ風キャンガードさせ風キャンダッシュ AA っていう3セットやればいいんじゃねえのっていう話を今してるんですよ。だからね、さあ誰が超絶難しい、その誰ができるんですかねって話、ヒゲさんには進めておきました。さあ続いてはニヒット、これちょうどいけるようになっちゃう、ジェイフにとってちょうどいけるようになっちゃう。当て風キャンは実は空振りの風キャンと当てるタイミング違うんですよ。そう違うんですよ、ダメだからヒットストップが出るんで、
さあこれは予備に入ったり入んなかったり、さあ振り向きはしっかり止められて、さあ画面端、さあ0キはいい補正切り、さあこれは現代ですよ大陸、ジェイフはゲージは使いたくないんだが使わなきゃ逆転は難しい、超酒、ああ今のちょっとジャンプが早すぎたのかですね。さあしかし最終ラウンドは2ゲージ持ったジェイフ、贅沢に使いますかね、これは有利なんじゃないでしょうか。もう2回目壊しの壁は、壊しの壁は良くない、あかん、おっと補正切り、補正切り体力半分、これ、ね、タイミング失敗すると補正切りなんて良くないよこれ勝手になるから、ヒットするながらないと基本的にあの理論上はバックステできるんで、さあ投げ外し、さあ珍しいものでしょうね、さあ空対空が強すぎるガードなんだから、さあ空対空ガンガン見せてカウンター、釣りかあかん、さあ安いよ、さあこれで走り追い込んだままは小足が入るだが引っ掛けりができず、どうなる、冷えぞ冷えぞ冷えぞ、失敗してもらった、うおー、まあ気持ちわかる、ゼロドットだから何か忘れられなかった、でもあれもしかしてうまくいえば割れたかもしれない、あの洗剤は半分以上削るんで、さあエリさんがちょっと次何ですかね、これ、イノムさんとユイガさんでお願いします。イノムさんのカインとユイガさんのジェニーでお願いします。おります、ドア開けてください、ドアの場所、潜在砲脚はそうあんま見る機会ないんですけど、潜在なんで31分やりって50秒ガードクラッシュ、耐久が55のキャラは半分削っとけば赤くなる前からガッと割れるっていうそう実は意外と強いんですけどね、ガクラ連携もねもっと実践導入できると面白いんですけどね、キャラによるっていう。さあ12回員、これはもうかなりキャラパワーとしてはいい勝負だと思うんですけどね、俺はいくらランチをかわせるかときでフレームはかわせないわけですさあフレーム、ジャンプ攻撃相打ちさあ今ですね、どう見てもランチを打てるけど関係ないと壊しを潰していくジェニー、この壊しがとにかく強い、これがあるからジェニーはカインゲージと言われてる、じゃあ残念ながらカインはランチだけではないんですフレームとか岩だとゼルとか岩だとそうパンツはあるし、じゃあショージャンプ D もある、大崎シーアーティブのぶっ込みとかもあるからね、出るわ、また発生保障のゼーレ削りも兼ねて崩しラウンター KO、 さあカインがかなり流れに乗っている、ゲージは使ったが 0.4 本ほどは持っている、はいラウンド目、はいはいとヒューヒューと追い打ち、さあ裏に回ってしまった、追い込まれる形、苦しい、何かカウンター場面端、超酒これ地2元です、空中でも2ヒット、オートフレームがギリギリ当たる、これは着地攻撃にコンパでいけず、オート通り越える、どういうこと今のはグリモンだったら気がした暗い判定が相手でかい、さあ着地攻撃ぜーれこれを一番パンツが出ず、ショージャンディ勝利したのがイノムさんです、どうも、じゃあ次行きます、オルドゥスさんのグラントとルーシャさんのガトーでお願いします。はい、ファイナルラウンド、オルドゥスさんとルーシャさんのガトーでお願いしますマイク渡されてびっくりしたんだけど久しぶりだな、アルさんあとはお任せします、え、何ですか、実況してくださいよ、え、これは2人ダブルマイクなんですか、ダブルマイクです、今日はダブルOですか、何言ってんすかいや見たばっかりなんでさあ今さらトレンドに乗り遅れてダブルオーを見てしまった、つい24時間ぐらい前までちょっとダブルオー見て涙を流してたなんか印象に残ったセリフとかありますか、印象に残ったセリフは狙い撃つぜさあクリスマスなのにイブなのにダブルオー見ちゃったさあオルデスさんがガットか、いやグラントか、グラントですね、ルーシャさんがガットですね、あとお互い戦闘 TOP でなんかガチガチモードですね、そうか、どっちか的にはこのダイヤはどうなんですか、ゴムでいいんじゃないかバッサリいきましたね、やばお互い辛いところがあると思うんでね、はい、まあゴムとゴムで確定は基本迷ったらゴムって言っとけって言ってたんで、あんまりなんかそんなにね、グラントのやっぱグラントの有利な展開になればグラント有利だし、ガトの有利な展開になればガトも有利だし、お互い辛い、さあ割れそう、さあまあなんかねグラント崩し弱い弱いって言われてたんですけど、
ガクラがあるっていう話を俺忘れてて、意外とガクラ連携も最近使えるようになってきたんで、端に追い込んでの協調結晶固めとか、そうそう、それが意外とガクラ率高くて、さあ、ゲージ溜めていく。まあ、これはもうしゃあないでしょう。ゲージを溜め切って、まあ、これはしゃあないでしょう。1ラウンド目はオールデスさんが取っていく。やっぱりなんかメッショを気軽に置くことができないのがガトーが辛いところかなと思います。全然立つ気から落とすだけでしょみたいな。そうですね、消費だと届かないんですよね、あれが。ああ、でこの後本当にきついみたいな、どうやって勝つんだみたいな。ここから真ん中 TOP であればまだチャンスあるんだけど、真ん中 TOP にするとそもそも最初が辛いっていうね。そうね、さあこれセットプレイチャンス、ああ行かない。さあバックス、うまいうまい、めっちゃうまい。今足刺してうまい。まあ多分2つぐらい行動枯れるやつだったと思うんですけど、さあ落として、うまい、今のはいい判断。まあ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 、リードはしてる。さあ美味しい。さあ体力リーグ取った。こうなるとグランドが攻めないといけない。でガトには脱却あると。まあ要するにここは何を気をつければいいかって。さあガードしてきた。さあゼロキバがもう一回投げがかかん、投げがかかん。さあこれは最後のガード硬直が切れるところを知らないと、まあ最初はいきなりできないと思うんで。さあ勝利したのがオルデスさんです。まあでも1回目で投げ暴れしなかったのはすごく良かったかなって。吉田さんはガトを、はい、尊敬しますんで、はい、じゃあ次いきます。望月さんのガトと、ダイガーさんのフリーマンでお願いします。はい、せっかくねガトあるんで、ガト使いの方にね、余ったらオルデスさんにゲーム投げるんで。ええじゃないっすよ、えじゃないっすよ、何してるんですか。何欲しがってるんですか、たくさん。いい加減にしてください。ちょっと大事だと思いますよ、道上げてください。今日大変混み合ってるんで、前の方で通路の開けてご活用ください。なるたきさあ、今日は月曜なのに普段来ないメンツもガンガン来てますよ。祝日ってすごいですね。本当、もう僕は冬休み入ってもう無気力症候群になってるんで。なんかもう、はい、あ、これは誰か、チャーシューさんから。マジか、お酒詳しくないんでわかんないですけど、いいものを使ったお酒、はい、あ、ミスだ、リセット早う。あ、キャラミスです。キャラミスです、リセットします。